ちらに載せていたものがアメリカの NASA と日本の JAXA が共同で開発しました全球降水観測計画主衛星 GPM になります。大型ロケット発射場、あれが A であっちが B、あっちが B、タイヤをそれぞれ独自に動かすことができますので、タイヤをすべて横に向けますとカニのように真横に進むこともできますし、その場で180度回転もできる車です。今皆さんの目の前にあるお部屋が管制室です。普段はモニターもついていませんし、作業を行うスタッフもいません。たまにコンピューターのメンテナンスを行う程度です。日本の反対側まで飛んでいきますので、海外にも追尾局が設置されています。例えばチリのサンチャボですとか、キリバス共和国のクリスマス島、アメリカのグアム島などで、そうですね。